様ですなんとコミケでしか見たことがないこのウイングマンのコスチュームついにドラマチューズというところから新番組として放送されることになりました10月の22日深夜だそうなんですけどもこのようにね10月22日火曜日深夜24時30分スタートになりましたねいやこれはちょっと胸ツでしょねあのウイングマンがついに誰が主人公やんのかな アクションは大丈夫なのかみたいなね。いや、すごいですね。こんな時代が来たんですね。動画概要欄に URL 貼っときます。はい、原作は、田園少女は合図で知られる漫画家、桂正和さんということで、テクノロジーが追いついてきたら、やっぱボリュームゾーンのね、ファンの人ってのが、こういうものを熱望するんでしょうね。 で配信は DMMTV にて独占販売ということなんで DMM.com に契約を急げということになりますうんネットフリックスじゃないんだへで、ね、ウィングマンかっこいいですよねあのいろんなヒーローものありますけどもウィングマンが単独でかっこいいと思います私は <laughs> あとは広島のローカルアイドルでねあの宮地マックスってのがありますけどもあれもかっこいいんですけどもね 宮マックスで検索してください。それじゃあ。